バルセロナエルプラット空港に来ています。これからパリに向かいます。先ほどパリに着きました。バスで市内の方まで来て、この10回分のチケットっていうのを買ってみました。街並みもちょっとバルセロナと違って古い感じで可愛いです。これからちょっと髪の毛を切りに行こうと思います。今の髪の毛がこんな感じです。ちょっともう伸びてしまってて、これを切ってもらおうと思います。めちゃくちゃ綺麗、すごい綺麗。なんかフランスの建物は煙突が屋根についてるところが多いなと思いました。やっぱり寒いから暖炉があるんでしょうか。ちょっとそこがスペインと違うかなと思いました。クリスマスツリーを飾っていて可愛いです。これからパリに住んでいる友達とお茶を1時間くらいしてきます。何買ったんですか？ケーキを買いました。1個17ユーロのこのくらいのやつを2つ買いました。何味と何味ですか？リンゴと何だった？ナッツだったっけ？リンゴのやつとナッツのやつ1個ずつ買いました。1個17ユーロのちっちゃいじゃないか、手のひらくらいの大きさの、結構ちっちゃいケーキ。ケーキなのかもわかんない。タルトとかもしれない。なんとぐちゃぐちゃになってしまっていました。美味しそう。こっちは崩れてませんでした。どんな味でしょうか？栗じゃないでしょ、ナッツでしょ。栗じゃないの？え、それ栗の形してない？あ、どんぐり、どんぐりみたい。わかんないけど、すごいムース的なトロッとしたのが出てきました。どんな味でしょう。美味しそう。はい、クリスマスのデコレーションをしております。料理に来ました。夜ご飯です。美味しいかな？いらないよ。スープ入れず、どうなってるの？
Thank you.